さんこんにちは、しほです。はい、今回はですねドンキホーテ購入品をご紹介していきたいと思います。今回はですね全部で約1万2000円分ぐらい買ってきたんですけど、実はね動画にするのは2回目か3回目ぐらいになると思うんですが、普通に動画なしで結構ドンキに最近行っていて、情熱価格の商品、ピープルブランドの商品、結構お気に入りのものもできてきていて、リピートで買いに行ったりしたので、そちらも合わせてご紹介していきたいと思います。約1万2000円なんですけど、ちょっと子供のお菓子とかも買ったりとかでそれ分のいっといてるので、ちょっともうちょっと少ない量かもしれないんですけど、ご紹介できたらなと思います。あのね、本当にこれ美味しいっていうのもあるので、ぜひいろいろ共有できたらなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、で今回ちょっと長男と一緒に行ってきたんですけど、今見ながら撮影しているので声が少し入ってしまうかもしれないですけど、すいません。まずはこちら冷凍食品からいきたいと思います。これはドンキの商品ではないんですけど、宮崎産のほうれん草ですというものを買いました。 180g 入ってます。ほうれん草をお味噌汁に入れたりとか結構使うので買いました。これは宮崎県産なんですけど、これとは違うもっと大容量の方は中国産のものも販売がありましたけど、国産がいいのでこちらを買いました。そしてちょっとこのドの情熱価格シリーズは今回もたくさん買っているのと、結構ねお気に入りがあるのでそれもご紹介できたらなと思います。こちらリピ品になります。これねめちゃくちゃ美味しくて、名前長すぎるんであれなんですけど、今夜のおかずはこれで決まり、噂の照りチキです。で 40g12 枚入っていて、そう冷凍庫にあるといつでも安心っていうアイテムですね。電子レンジでこんな感じで温めるものになっていて、ラップをかけずにやれるのもすごく楽だし、お弁当のおかずにもこの間入れたりしたし、私がお昼サクッと食べたい時に冷凍ご飯とこれだけで済ましちゃう時もあって、めっちゃ美味しいしご飯進むし、あると安心なアイテムです。はい、でこれがねすごく美味しくてリピートしたので、こっちの竜田揚げの方も買ってきました。なんかこの情熱価格シリーズクオリティめっちゃ高いなと思って、この一枚肉のしっかりとした歯ごたえのあるジューシーさを実現、サクサク衣の竜田揚げ、こちらは 450g のアイテムです。これは初めて買ったんですけど、凍ったまま電子レンジで加熱するだけっていうものなのでいいなと思って買ってみました。冷凍のものは冷蔵庫にしまいます。今回行ったお店がこういったお野菜とかもいろいろ売っているお店で、情熱価格ではないアイテムを何点か買ったので、そちらを先にご紹介していきたいと思います。まずはお野菜いきたいと思います。もやしがねまず安かったので購入したのと、洗いごぼうですね。最近ごぼうのお味噌汁にみんなでハマっていて、ごぼうをよくねお味噌汁に入れて食べているので買いました。そして、まあ、安定のバナナですね。これも安かったと思います。4房ついていて、ちょうどね、あんまり大きいよりこれぐらいのサイズがいいのと、長男は結構青いバナナが好きで、青いものを必ず選ぶようにしてます。玉ねぎはなかったので買ったのと、お大根ですね。大根半分で140円、まあまあなのかな。という感じで大根買いました。そしてお肉系も売っているお店なので、まずは鶏ひき肉ももですね、これを買いました。でね、最近大根と鶏ひき肉のそぼろ煮みたいな、そぼろあんみたいなやつあるじゃないですか。それが長男がすごい好きで、大根煮たものが、なので買ったものと、タンが食べたくてタンも買いました。どうなんだろう、お値段はアメリカ産牛タンです。それからこれはリピート買いなんですけど、私が行くドンキにはいつも売っているロース生ハムの2パックセットです。私生ハム大好きだし、サラダとかねパスタとか家でもよくやるので、それ用に買いました。そして秋葉の朝、今回はぶどう味がいいということでぶどう味にしました。最近はねダノン美容にすごいハマってて、ダノン美容だったんですけど、今日はこれを見たらこれがいいというセレクトだったので、湘南用に秋葉の朝のぶどうです。多分ねドンキはやっぱね毎回思うんですけど安いです。それからプリン、これが食べたいそうで買いました。そしてこちらもリピート品、度がつくものではないんですけど、日本ハムのマルゲリータピザです。長男がすごい好きで、割と見つけるとよく買うんですけど、これをね買っておきました。多分これ冷凍のものもあるみたいなんですけど、普通に冷蔵保存のものを買っています。
それからこれはカゴに入れられたちいかわ丸宮のカレーポーク&コーン味です。次女と三女がちいかわにハマっていて、それで長男もいろいろちいかわを教え込まれてというか、いろいろ教わって最近ちいかわちいかわっていうようになりました。はい、こちら買ったものです。あとはちょっとどうのつくものではないんですけど、ちょっと今回ドンキホーテで買ったものをご紹介します。まずは片栗粉、これねちょっと安くなってたと思うので買っておきました。そぼろあんとかもそうなんですけど、とろみつけたりするのに使うので買っておきました。あと私が大好きなタバスコストックです。めっちゃいろんなものにかけて食べるのでストック用に買っておきました。そしてマジックソルト、ガーリック味です。これはまあチキンとか何かとね、パスタとかもそうなんですけど、入れるとね一気に美味しくなるので万能調味料としていつもよく使っています。それからこれはリピート品です。ドンキーで買えるこの米ぬかを絞ってできた米油です。 500ml。 なんかねこのサイズ感がすごい使いやすくて、ボトルもスリムだしペットボトルだし捨てやすいので、前回も購入してもうすぐなくなりそうなのでリピ買いで買いました。あとこれ最近我が家のお味噌はこれなんですけど、丸の内タニタ食堂の減塩味噌、無添加生味噌です。私タニタ食堂好きで、静岡にはないんですけど東京にはやっぱあるので、東京に住んでた時とか一人で行ったりとか、あと最近だと出張で東京に行く日もあるので、その時はよく寄ったりしてます。このね味噌美味しくて、味噌汁長男好きなんですけど、このねお味噌だと結構ごくごく飲んでくれます。もちろんね薄めますけど美味しいみたいです。そしてこちら、おろし生ニンニクのめっちゃでっかいチューブ 250g 入っているものがあったので、こちら買ってみました。薬味系ってね使わないものは全然使わなかったりするので使い切れないんですけど、おろしニンニクとかはもうねあっという間になくなっちゃうので、ビッグサイズ売ってたので買いました。そして続いてこのどのつく情熱価格のリピ買いしたものからまずはご紹介していきたいと思います。もうね結構何回もリピしていて気に入っているので、ガンガンご紹介していきたいと思います。まず見えてたと思うんですが、情熱価格、お鍋やマグカップに入れるといつものスープがヘルシーなメニューに早変わりのボールタイプの春雨20玉入っているものを1つ買いました。これも安いし、私結構スープ朝とか食べるので、それにポンって入れるだけでねちょっとお腹たまるぐらいになるのがめちゃくちゃ便利で、これを湯がいて春雨サラダとかにも使っちゃうので結構消費が早くて、はい、もうね3回目ぐらいかなのリピートになります。そしてこちらも2回目のリピです。韓国の両本気で日本人の食品が真心込めて作ったら本場を超えるぐらい美味しくできましたの韓国海苔の大容量タイプです。なんか私が買ったのはこの8枚12袋入りなんですけど、もっと大きい超大容量みたいなのもあったんですけど、まあ、とりあえず収納もできないしこれのサイズにしておきました。このね海苔もすごく美味しいんですよ。この海苔でご飯巻いてあげて海苔巻き作ると、ちょっとまあ塩分があれなんですけど、長男すごいね喜んで食べるので、今日ご飯食べなさそうだなって時は韓国海苔これ出して海苔で巻いて食べてもらうようにしています。大人もパクパク食べちゃって結構消費するのでリピ買いです。そしてこちらのバター、これは夫が前回も買ってきてって言っていて、今回ももうすぐなくなるから買ってきてと言ってきて買ったのと、私もバターソテーとか作るときにやっぱこの使い切りタイプめちゃくちゃいいですよね。使いやすくて美味しいし、なんか結構コクもしっかりあるからソテーとかも美味しいので、またねリピートで買ってみました。ほんとね美味しいんだよな、びっくりしちゃうぐらい美味しいです。続いてはこちら、これは何回リピートしたかわからないパン好きさんに選んでもらいたいいちごジャムの情熱価格のシリーズなんですけど、長男が朝ねジャムサンド食べるの好きで、もう毎回注文されるので結構消費量がすごくて買っているのと、大人が食べてもすごく美味しくて、なんだろう甘ったるくなくていちごのフレッシュさ、いちご感をすごく感じるジャムで、私はトーストにつけるのが好きなんですけど、これはねちょっとね騙されたと思ってっていうと変です美味しいのでぜひ買ってほしいです。いちご以外にもブルーベリーと多分マーマレードもあるのかなと思うんですが、ちょっとまだねいちごしか買ったことないんですが、安いし美味しいのでめちゃくちゃコスパいいと思ってリピートしてます。そして豆類ですね、これはもう毎回買うんですが、こちらもこちらも78円でとっても安いんですけど美味しいし、ね、甘みがあって毎回ドンキに行くたびに我が家は買ってます。そして私的にめちゃくちゃ推したいのがこの納豆、すっごく美味しいです。
亀納豆さんとのコラボの商品だと思うんですけど、超極小粒納豆で、この粒感が本当にね良くて、すっごい食べやすくて、私もともと大粒タイプよりも小粒派なんですけど、引き割りにしちゃうのは違うくて、引き割りではないこの小粒がすごく美味しいし、タレも美味しくて、家族みんなでこの納豆大好きです。ちょっと2個買ってくればよかったかなと思ったんですけど、とりあえず1個買ったんですが、粒のサイズ感めちゃくちゃおすすめです。ぜひ食べてほしいです。小さいからご飯にすごいね納豆一粒一粒が絡んでくれて、納豆ご飯がさらに好きになりました。おすすめしたいです。これはね毎回買ってるロースハムです。何かと使うのでリピ買いです。これもおすすめ。詰め替え用ですね。もうボトルのもの持っていて、詰め替えも買っておこうと思って今回買っておきました。爆売れリピーター続出っていう書いてあるんですけど、本当にその気持ちがわかる。もう一回買いたくなるし、ちょっとスープとか例えばインスタントのラーメンとか作った時にもパラパラってかけるだけで、一気にこのニンニクの風味が増して、私ニンニク好きなのでとっても美味しいですし、パスタとかにかけたり、あとナムルとかにもちょっと入れたりすると一味ね変わった風味がついて、とってもおすすめしたい。これはねボトルあるので詰め替えたいと思います。続いてこちら、ちょっと動画に出すの初めてなんですけど、夫婦でめちゃくちゃドハマりしている職人手仕込みフレッシュな辛味好きに国産青唐辛子なめたけです。このドンキのなめたけシリーズって、私今回買ったのはこの国産青唐辛子なめたけで、これをいつもリピートしているんですが、それ以外にも違ったフレーバーというか味のものもあるし、本当にノーマルのものもあるんですが、これを初めて買った時、この青唐辛子のなめたけだけもうズバ抜けて売れていたんですよ。で残り数個ぐらいで、え、これ何と思ってカートに入れて家帰ってご飯にかけて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。私は結構辛いの好きなので、とこの酸味がねマッチして本当に美味しいんですよ。で私はご飯だけじゃなくてポテトサラダにちょっと加えたりとか、サラダにちょっと乗せて混ぜて食べたりとか、何かと料理のアクセントみたいなプラスワンみたいなのでめっちゃ使っているので、あっという間になくなってしまったのと、あと朝バタバタだと思うので、朝ね朝食とかに夫はご飯にかけてわわわわって食べてるんですけど、大人はねこの青唐辛子なめたけ絶対食べてほしい。子供にはちょっとなめたけをまだ与えていないんですけど、味もねまあまあしっかりしてて濃いので、もう大人本当にこれ美味しいから、ぜひぜひ我が家夫婦揃ってハマってるので買ってみてほしいです。はい、続いては発売の情熱価格ご紹介していきたいと思います。まずはこちら、最近コーンが大好きな長男のためにこのコーン缶を買いました。ちょこちょこ買いでコーンを買ってたんですけど、こんなねお得なセットがあったので買いました。食べきりしやすい 100g のコーン缶が9缶入ってますね。でコーンは大きいサイズもあったんですけど、やっぱこのサイズが一番使いやすいですよね。なのでこれにしました。でドンキといったらこのラベルレスで結構価格が安いと思うんですけど、ツナしか知らなかったんですが、コーン缶もあるのを知らなくて、コーンはめっちゃ使うのでこちら買いましたね。そしてスーパースイートコーンなのでとっても美味しいし、砂糖遺伝子組み換え原料も不使用ということで、子供もねパクパク食べてくれると思います。サラダとかに入れたりとか、何かとちょいちょい使いでコーンはね使うので、これだけあってもいいかなと思って買いました。ドスイートコーンって書いてあります。はい、これもね安かったんじゃなかったかな。こちらが9缶セットで798円です。安いかな、どうなんだろう。確かに1個結構したりするので安いと思います。ラベルレス最強です。そしてご飯のお供としてこれも結構我が家使うのでドンキのもの買ってみました。鮭フレークです。港町函館から直送鮭フレークです。美味しそう。ちょっとねこれは初めてなんですけど、我が家も鮭フレークとか子供ご飯食べるときに消費するので買いました。そしてちくわとちょっと青のりがあるんですけど、なんかねちくわの磯辺揚げに結構ハマっていて、ドンキのちくわと青のりがあったので買いました。これはタンパク質が1袋で約 13g、 魚の旨味がよく効いているちくわみたいです。まるで海のプロテインって書かれてますね。そしてこっちも香り高く希少な国産青のり 100% 使用の青のりです。家にもうなくなっちゃってたのでストックで買いました。そしてこれも気になって買ったんですけど、情熱価格の裂けるモッツァレラです。私裂けるチーズ大好きでめっちゃ買うんですけど、地味にね値段しますよね。だからこれどうだろうと思って買ってみました。モッツァレラ裂けるチーズ、でも裂けるチーズの食感が好きだからまた違うのかな。これは
切り込みじゃなくてこうやって開けるタイプだ。ちょっと小腹が空いたので避けます。うんうん、食感は完全に違う。食感が全然違う。これはチーズなんだろう。これは避けるモッツァレラって書いてあるので、なんか避けるチーズとはまた別物かも。近いんですけど、こっちの方が完全に柔らかい。なのでもちっとしてるし、サラダとかに入れたら美味しいかもしれない。そのままってよりかは何かに使った方が美味しい気がする。私はやっぱ避けるチーズの食感が好きなので、あの食感が好きな人はちょっと違うかもって思うかもしれないです。私の感想です。そしてじゃーん、こちらドンキのパスタソース初めて買ってみました。自宅のパスタソースが、私も夫も在宅でお昼をねパスタやっちゃうこと多くて残りが少なくなってたので、いいものあったらいいなと思って買ってみました。ちなみにパスタソースもすごい種類があったんですけど、結構売り切れていて、残っていたものっていう感じ、言い方あれなんですけど、あったのでこちら買ってみました。まずこちらが、茹でたてパスタに美味しくなってねと気持ちを込めて和えるだけで、完熟トマトのコクと甘みに爽やかなバジル、そうトマトバジルが簡単にできるということで、パスタソースやっぱクリーム系よりトマトが好きな、あとオイル系が好きなので、これはね食べてみたいなと思って買いました。そしてこちらも買ってみたんですけど、ちょっと辛いものも私好きだから辛いのいいなと思って買ってみたんですけど、あえるだけ辛麺風パスタ。辛麺って宮崎でしたっけ、有名なのですよね。あ、書いてあった、ここに宮崎名物ですよね。食べてみたいなと思って買ってみました。こういう簡単なやつは我が家お昼とかにすごく重宝するので、買ってみたし食べてみるのが楽しみです。あとはこういった日用品も安かったので買ってみました。こちらがどんな形状にもフィットするストッキングタイプの水切りネットです。これはねもう本当にストックすぐなくなっちゃうので、100枚プラス10枚たっぷり入っている。そしてこっちからも取ったり、こうやって開けられるのいいですよね。収納するのにめちゃくちゃ助かります。これ買っときました。これも多分ポップに書いてあったんですけど、最安値って書いてあったので結構安く買えたんじゃないかなと思います。でこれはドンキ限定で、ドンペンくんでしたっけのやつがあったので、これをちょっとベランダにね置こうかなと思っています。長男が毎回ドンキに行くとお店の前にあるペンギンを触りたいと言って、毎回ペン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 って言ってます。はい、もうだいぶ虫の季節にだんだん入ってきたので、ベランダとか玄関とかこういうのね置いて対策したいなと思って買いました。で、あと最後は子供の好きなもぎもぎフルーツグミがめっちゃ安かったので買いました。だいたい70円とかなのに50何円だったので、これ2つと、ドンキね、お惣菜もすごいんですけど、ちょっと今回はドンキっぽいものではなく、コブの木のムライスが売っていたので、お昼ご飯に食べようと思って買いました。はい、ということで今回はドンキホーテの購入品をご紹介しました。実は動画にしてない間に結構行っていて、いろいろリピートしている愛用品も増えたので、皆さんにねやっと共有することができました。もしも気になったものがあったら皆さんもチェックしてみてください。結構な量買っているんですけど、これでも1万円ちょっとだし、美味しいものめちゃくちゃいろいろあって、行くたびにいろんな新しい発見があって本当に楽しいので、ぜひね皆さんのおすすめとかもあったらコメントで教えてください。ちょっとまだ冷食とかもっとたくさんいろいろあるのかなと思うんですけど、チャレンジしきれていないので、また定期的に見に行っておすすめがあったら皆さんにご紹介したいと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。